細川森久は、江戸時代後期の大名。日後国熊本藩第十二代の藩主。熊本藩細川家十三代。天保十年三月一日、十代藩主、細川人志守の三男として誕生した。幼名は吉之助、または墨之助、後、父より一時を受け、森久と名乗る。父から藩主を継いでいた、時系、吉国の名代的役割を担っており、 文久三年九月に上落して、以後は前年に京都護衛のために上落していた実帝の長岡、森吉と共に国事に奔走している。幕末期においては、幕府の首脳である松平義長や松平片森らと共に、後部合体に尽力したほか、藩主、吉国に代わって、細川内全家の長岡忠明と共に朝廷との交渉役も務めたという。慶応二年。 兄、吉国の正師となり、同2年12月5日、15代将軍として、徳川義信が正位大将軍に就任すると、熊本藩主の慣例に則っ,ってその変旗を賜い、規定と解明した。しかし、この後慶応3年頃からは、藩主の名代として、朝廷や幕府首脳らと関わる機会が増え、次第に、明治新政府よりの姿勢を見せるようになる。慶応四年に月三日のとば、 不死身の戦いでは放火をかいくぐって、旅装のままご所へ散来しこれを護衛したという逸話も伝わっている。それから間もなく、新政府より、同月12日には、規定、17日には、警報事務総督に任命され、同年4月23日、新政府側に組みする確固たる意志を示すため、兄、吉国の、吉国への解明に習って、なお、規定から森久に戻した。 翌明治2年3月には、参与に任命されるが、5月には、病気を理由に実職している。翌年の明治3年5月8日、兄、吉国が隠居すると、生死であった森久が後を継いで藩知事となった。雑税約9万国拝し、熊本城を破棄、藩議員設置など当時としては最も、進歩的な政策を取った。その担い手は、横井昌南門下で、 下級武部出身の山田武補、海津志望、河野、竹崎律次郎、徳富和からだった。また体制一新のため、早くから新政府に廃藩を提言した。明治4年3月と同年5月の二度にわたって、藩地地面職を願い出た。明治4年7月14日の廃藩地検で面官、同年に白川県知事となる。明治十年に起きた西南戦争では、 戦火にあった人たちの婦女に尽力したという逸話も伝わっている。明治17年、家族礼交付に伴って公爵に除され、貴族院議員に就任した。明治26年9月1日に死去した。去年55。細川公爵家の家督は、長男の森重が継いだ後、四男の森達が継承した。他の書物等によっては、木延べと表記するものも見られる。また、 義信が、義久と読む説に従えば、久高と読むことになる。義信も、在任期間はわずか一年ほどであったため、彼から一時を賜った戸様大名も、森久ただ一人だけであった。ありがとうございます。